はい、皆さん、こんにちは。もじゃ TV です。ということで、今回は、ウイニングラブ2018マイクラブ、ちょっと久々にやっていきたいと思います。ということで、今回ですね、レバンドフスキーをまあだいぶ前にガチでゲットしたんですけど、使えてなかったので、まあ、この試合ちょっとデビュー戦ということで、まあ、絶好調でもありますし。ライブアップではね、なんかなかったっしょ。今週と先週か。ね、まあ、木曜日になれば多分ライブアップでも出ると思うんだけど、うん、ない時はね、もともとその調子の良し悪しがない選手を使ってみたくなると。言ったところでレバンドフスキね、まあ、アプリでもかなり欲しいっていう人もいるだろうし、うん、まあ、PSO で運よくゲットできてるんで、マイクラブの方でね、ちょっとやってみようということで、マイクラブの方は今なんかフェスリーグの、なんか大会みたいなやつもあるけど、それにはちょっと出てないけど、はい、まあレバンドフスキは本当にこの試合初めて使う選手なので、まあクリロナがいたら抜けないもんね。普通はクリロナ使っちゃうけど、使用感とかが全く分からなかったんですけど、ただもしかしたらレバンドフスキがありなんじゃないかな。いや、かなり本当にね、コンディション安定でも7あるんで、うん、普通になんだろうな、ベンチに入れとく、なるほど、だけでもかなり強力なんじゃないのかな。クリスチャンそんなにやっぱ違うところはこねることは、こねるっていうか体はそこまで頑張ってくれないもんね。そう、さあ、まあ、ムバッペとね、ちょっと一緒に組ませて出てますね。うん、おお、すごいとこ出したな。ネイマール、これですね、レバンドフスキ。まあ、このヘッドも強いもんね、うん、普通にね。まあ、高さをうまく生かしつつ、うん、みたいな感じだね。はい。ここで、おお、おお、振ってくると。うん、まあね、結構レバンドフスキはマイクラブとかでも。うん、そんなに使ってる人ないからな。そうだね、結構レアだよね。まあライブアップデートがね、うん、まるで影響を受けないというか、そのレバンドフスキはバイエルンで活躍してようが何しようが、このあれだとね、全部点だから、そう、まあアプリっぽい感じにはなるっちゃなるんだけど、うん、7あるからそんなに別に、いや、いいんじゃない、不調とかにもなんないし、ね、アプリだったら 100% 使えるんだけどね、うん、7あればライブアップデートないからがっつりメンバーに入れて使えるってことができますけ ど、ね、さあさあこの辺ですね。さあ、まあ、これ守備で、このこれ監督前と一緒、あ、ベッカムいる、相手の人、あ、なるほど、オッケー、ベッカムいるんだ、うちのネイマールが、うん、やられてもた、ベッカムいいな、うん、さあ、おお、ここね、レバンドフスキムバッペ、ここ勝てるか、おお、まあ、相手の方の体出てましたね、うん、ムバッペ、おい、よっしゃ、すごいこれですよ、レバンドフスキ、あー、ロベルトだわ、うん、あそこのコースにさドガン突き刺しくんね絶好調っていうのもあるかもしれないんだけど、ムバッペもナイスボールだったけど、すごいところ行くなっていうね、シュート、うん、どういでよ、本当に、さあ、ムバッペがね、やっぱりね、結構使いやすくてね、うん、これね、レバンドフスキなんだけど、まあ、グリーズマンに行っちゃってるっていうシーンだね、今のは。もう一個奥行けばもっと良かったんだけど、PSO ではそれがちょっとあるね、出なかったりとか、伸びなかったりとか、 PSO でゴール前まで行くのが結構大変で、そう、組み立てがね、結構慎重にやんないと、うん、宿り、うん、ここを打たせてくんないね、まあ、あそこはもう一個アザール使ってもよかったんだけど、うん、ちょっと駆け引きでレバンドフスキで前向くっていう、中が来たですね、来たか、これね、うん、まあどうだろう、打ってもよかったのか、まあね、あと1個ですね、硬、うん、いんですけどグリーズマンでこねて引きつけて、だいぶこってるなあれ危ないよね、レバンドフスキの頭だよ、これだからね、やっぱり中固められた時に簡単に外さばいてクロス上げちゃう、うん、っていう感じでレバンドフスキでヘッドで決めれるのは、あのちょっとね、ニアに入ったクロスがなんかパッチ入ってからちょっと入るようになったというか、そういう気がするよね、うん、あれもやっぱりレバンドスキーのいいとこ出てますよね。俺もあれレジェンダーって決めたからねって、うん、あれ決まるんだよ、あれがいいと、あれなかなか決まるよあのなんかね、ちょっとニアのヘッドっていうか、 うん、ここまでね、守備の陣形もね、ここまでいけばある程度は固まってるんで、
まあそうだね、相手がそんなにもう選手上がってきてないから、もう下げさせちゃえばね、OK ですね。相手の方も結構慎重に攻撃でじっくり攻めてくるタイプですね、うん、カウンターよりも結構ポゼッションなのかな。ああ、ここね、頑張って左でネイマールで、ね、アザール、アザール、カンテ、まあ、カンテも8なんだよね、コンディション程度は、うん、重宝してくるよね、この辺でかなりネイマール、いやー、ここね、振り向いて打ってもよかったな。若干ここの精度がやっぱり PSO はね、かなり求められるところがあるよね。あそこね、うん、この中入った時の、そう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 、選択をね、うん、いい選択をしないといけないっていう。バレンシア、グリーズマンがやっぱり使いやすいな、すごいトップ下で、うん、守備ブロック硬いんで、だここドリだね、空いてて、うん、まあここね、このレバンドフスキの頭を狙うっていうのが慣れられると、うもうあんまりっていうところもあるからね、うん、まあだからやっぱり中にちょっと集まったときはサイドから崩さないといけないからね、最後に中に入るみたいな形に持ってけないと厳しいよね、うん、なんかその最初から中に入ってると中がガーって固まっちゃってるからね。おお、ここおい、ガンガン狙ってくるね、うん、絶好調だからなんつったの、うん、デビュー戦だからレバンドフスキ、やっぱデビュー戦で大暴れさせてあげたいっていうね。これね、いやー、嘘でしょ。これチアゴシーバーですね入っちゃってた今。なんかこの形あるよね、コーナーキックでニアにあのなんか速い球送ってさ、まあちょっと相手にしたらかなり不運だったね、これは。はい、ベッカもボランチで使ってるんだもん、多分真ん中だもんね。うん、ベッカもボランチ良さそうだな。ここが空いてくると、レバンドフスキからネイマールと、ね、最後は流し込むという感じですね。どっちかっていうとああいった形の方が理想なのかな。だからやっぱサイドから中に行ってもう逆サイドに行くみたいなのが綺麗に決まるといい感じ、うん、まあそうだね。だからネイマールとかアザールをうまく追い越す動きを してるんで、そっちの方にボールを出してあげるとうまい具合に。ノブロクシもこんなに高いからね、やっぱ、うん、蹴ってる92でオフェンス93、うん、っていうのはやっぱ非常にいいよね。怖いよね、怖い、単純にやっぱヘッドとか決めちゃうしね、うん、あれ185あるからね、うん、身長も普通にできし、ロナウドと同じか、185ってことは大体、うん、さあムバップがね、この試合メッシが不調だったからムバップ使ってるんですけど、うん、まあ、いい動きしますね。お、来た、おお、マジかしますよ、ここ体強ちょっとよろけながらも、しかも左手逆足だよね、あれ。おお、体強いね、今左でぶち抜いてくると、うん、言ったゴール、まあ、ほんとクリルノがいなかったらレバンドフスキなの。そうだね、レギュラーは。いや、今のはすごかったね。アプリ版でもな、ゲットできればいいんだけど、ここ危ないな、うん、ここで取られるのがまあピンチになるからね、うん、さあ、いやー、来た、おーい、こういうこともできる、決定力高すぎるちょっとギーパーが来ればループシュート、うん、もう狙えてくるよといったゴールですね。すごいよな、レバンドフスキやべえな、うん、爆発する。さあムバッペ、ムバッペ結構こねれるんだよね。 そこがかなりいいところ、速くてこねれるっていう、うん、アザールもそうだけど、ね、あっとここがね、やっぱここ右精度だね、うん、これからはなんか、あ、逆だな、ね、逆にタッチしたいな、さあ、お、ここ張って、ここ張れるからね、うん、で、このムバッペもね、この持てるっていう、絶妙に持てるっていうのがやっぱいいところだよね。だからまあ別に、まあ、ムバッペの他にもまあメッシーでも、うん、やっぱレバンドフスキはかなり活躍しそうだし、ワントップとかでもね、レバンドフスキは合いそうだよね、ワントップやってくれて、そうだね、頑張れるんだよな、うん、なんかすげえなんかやれそうな感じはするけどね。あーっと読めましたね、これは、うん、完全にパス
まあ、ちょっとね、まあ、点数差もついちゃってるから、うん、まあなかなかねここら辺の判断難しいところだけど、やっぱりあれだよな、グリーズマンがすごいやっぱトップ下だと一番フィットできるな、うん、ディバラとかよりも明らかに守備がちょっとできるのがいいんだよな、ここ中も空いてるもんな、あーって惜しい、足出されちゃったけど、ディマリアと多分イブラヒモビッチが前にいるんで、多分3トップの目かな、うん、おそらく。さあここね、一回落として走って、うん、まあ出せたかな今の、まあそうだね、ただもうグリーズマンでここに入ってきてドン、ああまあね、セッター誰がセッター、ムバッペ、あれ誰がセッター、アザールだね、ムバッペね、ジャンプ力がないからね、 そのね、ちょっとね、チョンクロスにもね、さすがにね、ムバッペだと厳しいところがあるから、そこがやっぱまあネックっちゃネックで起きた。これね、これ決めないか。これね、まあループでもよかったかなって感じはするけどね。うん。まあ思いっきり振り抜いていったって感じですけど。ループでもよかったな、今の。そうだね。うん、まあ久しぶりにこれマイクラブやったけど。そう。本当に久々にマイクラブやって、ちょっとレバーね、使ってなかったから、レバーちょっと使ってみようかなという感じでね。やってますけど。ほい。いや、いい。ね、今ね、さあ。でも、ニアコンをね、サイドでうまく使いこなせるようになると、結構ドリブル。やーっと、突っ込んでちゃったな。そう。ね、あんまね、その、ダッシュのコマンドを使わない方が、やっぱり、その、入ってた時に、タッチ変えられないからね、あれが、やっぱ癖で出ちゃうと、強い人だとね、あそこを狙ってくるからな。ここね、うん、これ細かいですけど、アプリとかだとゴール前まで結構入れるけど、 PSO とかだとこっから組み立てるのが結構難しくてね、うん、どんな感じで相手の自陣に入っていくかっていうのが難しいんだよ ね、形がね、入るまでの形が、形が大事でさ、あこれね、打ちたかったな、キーパーとの駆け引きに負けるっていうね、うん、キーパー突っ込んでくるかなと思ったんだけど、意外と溜まってるっていう、出てこなかったです、うん、これ監督誰だ、相手、いや俺ら使ってる監督って、わー分かんない、なんかよく有名な監督じゃないね、全然。さあ、ただこの監督に合わせてずっとピスリーグも回ってたから、ああなるほど、もうほんと差異がないっていうか、あれがないんだよね、レバンドスキーですね、来た、慣れてる監督なんだよ、慣れてる監督、いやああそうだね、だからうん、まあロナウドでも、まあ、ていうかロナウドだと絶好調とかにね、まあ、よりライブアップデーが入ればなりやすい時があるから、うん、そうなるとロナウド一択は絶対外せないんだけど、まあ、でもそれでもやっぱロナウドがね不調になったりとかすることもあるわけで、うん、そういった時にやっぱ、ね、レバンドスキーが好調だったり、その普通だったりすれば絶対レバンドスキーもいいわけだから、いいですよ、ということで、まあデビュー戦で、うん、まあ、レバンドスキー大活躍と言った感じで、まあ、素晴らしい、別になんかレバンドスキーを大暴れさせるつもりで取ったわけでもないんですけど、うん、もう知らず知らずレバンドスキーは結構大活躍してたっていう、そうだね、久しぶりにやったらレバンドスキーやっぱすごかったな、これアプリでも欲しくなっちゃう、ね、アプリでね、アプリにいるんだよね、でも戦ってまだいないでしょ、そのレート戦とかもやっててもなかなかいないよね、いないレバンドスキー自体こっちでもいないもん、 PS4 とかでも、そうだね、さあ920といって、ね、感じで、そこまでそんなにできてはないんですけど、マイクラブの方も。うん、まあ、こういったちょくちょくね、まだやっぱロナウドとかもまだ動画にしてないですし、そうだね。ベイルとか、うん、まだまだそのゲットしてきてるあのいい黒玉の選手たちが、まあ、動画に登場してないんで、マイクラブの方もちょこちょこまたこれから上げてって、そうだね。まあ、レートなんかね、中途半端でずっと900にいるんで、どちらかあのペスの、うん、あの最初の方の、大会、うん、あのアジアの予選ラウンドを、はいはいはい、をなんか結構楽しんでやってたから、そうそうそう、まあ、ね、マイクラブもこれからね、うん、ちょっとちょこちょこやれていけばいいんじゃないかなといった感じで、はい、ということで、また次回の勝負、さよなら、ボール。